ダブルを演奏するトルコの軍楽隊ダブルは大型の両面の太鼓でバチで叩いて演奏する。この種の太鼓はイラン、トルコ、アルバニア、ルーマニア、ブルガリア、ギリシャ、セルビア、マケドニア、イラク、アルメニアなどのヨーロッパ、中近東の国々の民族音楽で広く用いられており、国や地域によってそれぞれ違う名前で呼ばれている。その構造と、 異なるヘッドと異なるバチを使う奏法により、深いバスドラムの音と鋭い高い音をと、一つの太鼓で異なる音を生み出す。二つのバチは、サイバシのような細いバチと、梱包のような太いバチを用いる。ダブルは、国や地域に応じて、以下のように様々な名前で呼ばれる。ギリシャ語では、上記のダリーのほかディバーリー、アルゴノ、トスコニー、ツオコニー、トービ、トーバキ、キヨシシ、 トボヤライ、ペイブリー、トーバのトゥーベニリーとも呼ばれている。また、地域によっては、古代ギリシャ語のティンピノに由来するトーンパのティムバのトーンビとの呼称もある。なお、ティンピノは、オーケストラで用いられるティンパニや、鼓膜の語源でもある。ダブルは、最古の楽器の一つであり、アナトリアの様々な文明を経て、ヨーロッパ、中近東のコミュニティへと広がっている。 バルカン半島南部においてタパンで奏でるリズムは複雑で数多くの伝統的な表紙の上で多くのアクセントがある。マケドニアではタパンはツルナやガイダなどの他の楽器に付随して最も頻繁に使用され、ブルガリアでは通常ガイダとガドゥルカと共に演奏される。一方でアルバニア、ブルガリア、マケドニアの民族舞踊や民謡の中で 単独でも演奏されている。婚礼や家庭や村における守護聖人の祝祭日といったブルガリアの村のお祭りでは何世紀にもわたりタパンはかけがえのないものであり続けている。ルーマニアやモルドバではトバで時折踊りを伴奏する。モルダビア地域、マラムレシュ地域、ビホル県では小さなシンバルを上に取り付けた。 派生種もあるが通常は一つのヘッドを木製の土で叩き、もう一方の細い棒で銅の円やシンバルを打つ。トルコやアルメニアでダブルは最も一般的にはツルナと演奏され、他の楽器やアンサンブルでも演奏される。伝統的に軍事的な通信や告知などの連絡の用途でも用いられ、メフテルやイエニチェリの音楽でも用いられてきた。イラクやレバント地域では主に アッシリア人の間で民族舞踊や民族音楽に使われており、ここでも最もよく組み合わされる楽器はズルナである。アルメニアのドールは他の地域のものに比べてヘッドの光景が小さく素手で演奏されるが木製のスプーン型のバチも使用される。ドールの音はアルメニアの民族音楽でしばしば耳にする。民族音楽だけでなく、 現代音楽においても使用され、多くの有名な曲にソロの演奏パートを持つ。影絵に描かれたダブル太鼓の胴部分は、くるみやくりといった高質の木材でできているが、地域に応じた様々な木材が使用されている。ドラムシェルを作るためには、材料の木材を煮沸して曲げて加工し、円筒型に締める。ヘッドは、通常ヤギの皮をキー枠で円形に貼られる。高い音には、 ヤギの皮で、もう一方のヘッドには、羊皮、牛皮、または、ロバの皮で低い音を出すようにすることもある。また、狼の皮や犬の皮を好む奏者もいる。皮は時間の経過とともに乾燥するので、割れ防止に、ごま油や、オリーブオイルが塗られる。ドラムの張りを調整する張力を生み出すロープは、ドラムのシェルを横切って、ジグザグにヘッドからヘッドへとねじ込まれて、ヘッドを、 ドラム状に保持する。時には金属製のリングや革製のストラップで隣り合うロープの合間を調整して、さらに音色の調整ができるようにしているものもある。メインのロープには2つのリングをつけて、ドラムを保持するためのベルトをかけることもある。旧ユーゴスラビア地域やブルガリアでは2種類のサイズのタパがある。 直径約50から55センチメートルのゴレムと直径約30から35センチメートルの少し小ぶりのもので丸あるいはタッパンチと呼ばれるものがある。トルコのダブルは直径60の90センチメートルで牛の皮をベースのドラムヘッド側にヤギの皮を高音側に使用する。ギリシャのダウリは直径約50から55センチメートルのツービとも呼ばれるものから 直径約90から 120cm のサイズまであり、一般的には直径50から 80cm である。奏者はロープをドラムにかけたものでドラムを横手に抱えて、一つのヘッドは左手で、もう片方には右手で叩く。地元のスタイルや伝統によって異なる場合もあるが、通常は各くドラムヘッドは、それぞれの手で独占的に演奏する。演奏には、 通常2種類のバチを使用する。厚い革のドラム面を利き手を使って、棍棒のような太いバチで、アクセントのあるビートを演奏する。このバチは、約40から50センチメートルの長さの棒状の木で、くるみの木で作られていることが多い。このバチの厚みとドラムヘッドの革の厚さが、アクセントのある低音の大きな音のビートを生み出す。 ドラムの基本的な低音を強調するために布をかけて音を抑えることもある。弱白は、利き手と反対の手で細い棒を使用して薄い皮の側の,の面を叩く。この細い棒をクロスグリップで持つことも多く、奏者は手首を軽くひねって素早く叩くことができる。この細い棒は、柳や生養産紙友等の柔らかい木で作られる。バルカン地域のタッパンの学校では、 メロディの演奏も想定しており、聞き手でない方の手で糸を表現するために使用され、聞き手側でメロディの特定の瞬間を強調する。オーストラリアのドラマークリス・マイターフスキーは、聴き手で演奏する複数のアクセント付きの音を活かして、ハイブリッドなスタイルの演奏を始めました。演奏は難しいが、非常に複雑なポリリズムが得られ、聞き手ではダウンビートを強調している。 ありがとうございます。